ホルヘロ・レンソ・ゲレーロは、スペイン・バレアレス諸島のパルマ・デ・マヨルカ出身のオートバイレーサー。2006年、2007年のロードレース世界選手権250、CC クラスチャンピオン、2010年、2012年及び2015年、モートジッピークラスチャンピオン、2019年11月14日、レプソル・ホンダとの2年契約を途中解除し、2019年限りでの引退を、 発表した。2020年はヤマハでテストライダーを務める。しかし2020年3月、同年のカタルーニャ GP へのワイルドカード参戦を発表し、本格的な現役復帰が取り沙汰されている。2002年、デルビチームからロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューした。シーズン開幕当初はロレンスはまだ14歳であった。 ダメ出場できず、15歳の誕生日を迎えた第3戦、スペイン GP の土曜日のセッションから参戦を開始、史上最年少の15歳と1日で決勝レースデビューを果たした。2003年ブラジル GP で初優勝。2004年には同世代のアンドレア・ドビチオーゾ、エクトル・バルベラといった若手ライダーのライバルとランキング争いを見せ、年間ランキング4位を獲得した。二千五年、 125cc 時代のライバルだったバルベラと共に 250cc の有力チームホルトゥナ・ホンダに移籍しステップアップ優勝こそなかったもののランキング5位とまずまずの成績を残した母国のスポンサーはそのままに 250cc で圧倒的強さを誇るアプリリアワークスチームからの参戦となった2006年ロレンソは開幕戦から連勝を重ね発祥 他の追随を許さないシーズン運びで19歳にして、初の世界チャンピオンに輝いた。2007年もアプリリアに残留し、年間9勝、シーズンを支配して、クラス2連覇を遂げた。第13戦のミサノで 250cc における、通算16勝目を挙げ、ダニペドロサや、シトポンスを超えて、スペイン人ライダーとして、中量級における、最多勝ちとなる。 ヤマハとの翌シーズンからのモートジッピークラスにステップアップするための数度の交渉の後、2007年7月25日にバレンティーノ・ロッシのチームメイトとして2008年から2年間の契約が発表された2008編集ヘレスサーキットでのプレシーズンテスト2年連続 250cc チャンピオンとしてヤマハアークス入りしたロレンソは2008年のモートジッピーデビュー戦 カタール GP でポールポジションを獲得、決勝でも2位を獲得する。その後も第3戦ポルトガル GP まで3戦連続でポールを獲得すると決勝でモート GP クラス初勝利を挙げる。この勝利で彼は最上位クラスで3戦目にして初めて表彰台に上った最も若いライダーとなった。そして1日で因縁のライバルであるダニペドロサから記録をダッシュした。 チャンピオンシップのこの時期まで、ロレンソは、ペドロサと同じ位置にいた。しかし2008年5月1日、中国 GP 初日フリー走行で転倒。マシンから投げ出され両足くるぶしを骨折した。しかしながら、決勝には強行出場し、4位を獲得するという、離れ技を見せた。2週間後のフランス GP でもプラクティスセッションで2度の、転倒に苦しんだが、決勝では2位に入った。続く、 イタリア GP では予選7位となったが決勝はクラッシュリタイアした。翌週のカタルーニャ GP では金曜日のフリー走行で転倒。この事故でドクターストップがかかり決勝に出走することはできなかった。ドニントンパーク及び圧線では一連の怪我の影響から抑えたライディングが見られ彼はレース後にレース後半では燃料が消費されたことでバイクが軽くなり ペースを上げることができたとコメントした。しかしながら、第10戦のザクセンリンクでは、ウェットコンディションの中クラッシュ、リタイアした。第11戦のラグナセカでもクラッシュを喫し、わずか3ヶ月で7度目の負傷となった。このレースでは1周目にハイサイドを起こし、右足を痛め、左足を骨折した。第13戦のミサノでは2位に、入賞。14戦のインディアナポリスでも3位と連続で、 表彰台を得た。結局は年間ランキング4位で、ルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。2009、編集2009年のインディアナポリスグランプリ2009年は、序盤に日本 GP とフランス GP で2勝を挙げ、バレンティーノ・ロッシやケイシー・ストーナーと共に、チャンピオンシップ争いに名乗りを上げた。第8戦ラグナセカでは、予選でクラッシュし、右、第10戦イギリスでは、 雨の中天島リタイア、続くチェコでもリタイアとなり、バレンティーノ・ロッシから50ポイント差をつけられた。第12戦インディアナポリス GP では優勝した。一方で、ロッシとペドロサが接触してロッシはリタイアとなり、その差は25ポイントに縮まった。その後ポルトガル GP の優勝でボイスがあったものの、第15戦オーストラリアでは、第1コーナーでニッキー・ヘイデンと接触リタイア、これが、 決定的になり、第16戦マレーシアで、ロッシに、トップの座を明け渡す。しかし、乾燥時の成績は4位に1回の他はすべて、表彰台という好成績を残しシーズン2位となった。2010、編集ロレンソは、ホンダやドゥカティへの移籍の可能性が囁かれていたが、2009年8月25日に、ヤマハとの契約延長が発表された。ドゥカティは、以前、 マルコ・メランドリの代わりとして、ロレンソに1、500万ドルの契約を提示したと噂されたが、そのシートには結局ニッキー・ヘイデンが座ることとなった。2010年のイギリスグランプリロレンソはシーズン前のポケバイの事故で手の骨2本を骨折した。そのため、シーズン前のテスト大半を行うことができなかった。開幕戦のカタールでは、完全にフィットしておらず、ロッシに次ぐ2位となった。 ロッシが第4戦ムジェロで足を骨折した後、ロレンソはタイトルの本命となった。第6戦圧戦での勝利でロレンソはこのサーキットにおいて3つのクラスで勝利した7人目のライダーとなった。シーズン後半、ダニ・ペドロサが対抗馬として彼に挑んだが、ロレンソはシーズンをコントロールした。ペドロサは5戦を残した時点で逆転タイトルの可能性を放置していたが、 第十四戦日本 GP のプラクティスの点灯で、鎖骨を骨折し決勝は出走せず、続く、第十五戦マレーシア GP も欠場。ロレンソは、この GP で三位に入り、終盤三戦を残して、モートジ GP クラスチャンピオンを獲得した。2011、編集二0十一年のポルトガルグランプリゼッケン1、をつけタイトル防衛に挑んだ二0十一年シーズンは、序盤五戦で、 スペインでの勝利を含む4度の表彰台を獲得するなど好調な出だしであった。スペインでは、ケイシー・ストーナーとバレンティーノ・ロッシュが接触、共にリタイアし、ロレンソは2位に20秒の差をつけて、独走勝利した。イギリスまではチャンピオンシップをリードしたが、ウェットレースとなった、同 GP では3位走行中に点灯リタイアする。続く、オランダ GP を6位で終えた後、8戦連続で4位以内で、 フィニッシュ、その中には、ムゼロとミサノでの2勝も含まれた。しかしながら、第16戦をオーストラリア GP のウォームアップ走行では、左手薬指の先端部分を切断する重傷を負い、終盤3レースは欠場となってしまった。このレースで優勝したストーナーがタイトルを獲得し、ロレンソの最終的な成績は、年間3勝、ストーナーから90ポイント差のランキング2位となった。 2012編集2012年シーズンは2年ぶりのタイトル奪還を目指しチャンプナンバーの1から99番に戻す開幕戦のカタールではポールトーインとなったヘレスとエストリルで連続して2位となった後ルマン、カタルーニャと連勝し2位のストーナーに20ポイントの差をつけたイギリス GP 前の6月12日にヤマハは契約を2年間更新することを決定し 2014年シーズンまで、ヤマハファクトリーレーシングのライバーとして、モート GP に参戦することが発表される。この GP にも勝利し、ストーナーとの差は25ポイントに広がった。第7戦オランダ GP では、キャリア初の4連勝を狙うが決勝レース中、アルバロバーティスタの転倒に巻き込まれ惜しくも、リタイアとなる。次戦ドイツは2位となったが、 第9戦、イタリア GP で勝利し、2位のペドロサに、対して19ポイントの差をつけた。ロレンソは結局オーストラリア GP で2位に入り、2度目のタイトルを獲得した。最終戦も、リタイアとなったが、それ以外はすべてシーズン通して2位以上で6勝し、最多勝ちは、ダニペドロサだったもののポイント差で逆転しての、タイトル奪還であった。2013、編集2013年シーズン。 ロレンソは、ディフェンディングチャンピオンとして、シーズンを始め、レプソル・ホンダのマルク・マルケス、ダニ・ペドロサと激しくタイトルを争った。彼は開幕戦のロザイル、第5戦ムジェロ、第6戦カタルーニャ、第12戦シルバーストーン、第13戦ミサノで勝利したが、第8戦ザクセン・リンクでは負傷のため欠場した。結局シーズン発祥と最多勝を挙げたが、4ポイント差で、 マルケスに届かず、昨年と逆の形でタイトルを逃した。2014、編集2014年のフランスグランプリ2014年シーズンは、開幕戦カタールで、リタイア、第2戦オースティンで、ジャンプスタートのペナルティを受け10位と不調の出だしであった。3戦目にして、初の表彰台を獲得する。しかしながら続く2戦で、表彰台を逃し、2度目の表彰台となったのは、 第6戦、ムジェロであった。シーズン中盤のドイツ GP まででロレンソは97ポイントと、ポイントリーダーのマルケスからは128ポイントの差をつけられていた。シーズン後半戦に入るとロレンソは、インディアナポリス、ブルノ、シルバーストン、ミサノと4戦連続で2位に入る。シーズン初勝利は、ウェットレースとなった、アラゴンであった。続くモテギでも勝利し、日本 GP はこれで2009年。 2013年に次ぐ3勝目となった。最終戦のバレンシア GP でロレンソは小雨が降ってきたことで20周目にバイク交換を選択する。彼は不確かな天候に苦戦し、結局リタイアとなった。シーズンは全体を通して、マルク・マルケスが絶好調であり、ロレンソはチームメイトのバレンティーノ、ロッシー、レプソル・ホンダのダニ・ペドロサと順位を争い結局、 マルケス・ロッシに次いで263ポイントでシーズン3位となった。また途中から雨が降り、ウェットコンディションとなったアラゴンで優勝していたものの、ウェットコンディションへの苦手な心境を公式コメントで出してしまい周囲を心配させたというエピソードもあった。こういったことからも開幕から10連勝でタイトル街道を爆心したマルケスと比べると、低調感が目立ってしまったシーズンとなった。 その理由の一つとして、オフシーズン中に行った負傷回復のための手術によって、トレーニングスケジュールが十分に取れずフィジカルコンディションの調整が間に合わなくなってしまい、開幕前のセパン合同テストの時点からロングランテストも行えなかったことや、その遅れの取り返しに時間がかかったこと、その間に開幕戦のオープニングラップでの点灯、さらには第2戦オースチンで犯した、 スタートシグナルから目を離してしまうというボンミスによるフライングなどのミスが重なってしまったことで、ますますタイトル争いから水をあけられてしまったことで精神的に追い詰められてしまい、それがシーズン終盤まで響いてしまった形となった。2015、編集契約を更新して挑んだ2000、開幕戦のロザイル、第2戦オースティンと連続して4位となり、アルゼンチンでは5位となった。 しかしその後ヘレス、ルマン、ムジェロ、バルセロナと4連勝を果たす。これは、自身初の4連勝であった。これによってロッシュと1ポイント差のランキング2位に浮上した。第8戦、8戦は3位となったが、ロッシュが優勝したことで、ポイント差は広がった。第10戦インディアナポリスで2位に入り、続くブルノで5勝目を挙げる。ウェットレースとなった、シルバーストーンは4位となり、 第13戦ミサノはリタイアとなった。第14戦アラゴンでシーズン6勝目を挙げ3位に入ったポイントリーダーのロッシに14ポイント差に迫った。両者のポイントはヤマハチームが2010年以来のマニファクチャラーズタイトルを獲得するのに十分であった。日本 GP でロッシはペドロサに次いで2位となりポールポジションを獲得したもののタイヤトラブルを抱えて3位に 入ったロレンソとの差を広げた。オーストラリアでは最終ラップでマルケスに抜かれ2位となったものの、ロッシュが4位となったためその差を11ポイントに縮める。マレーシアでは2位となったが、マルケスとの接触後3位になったロッシュとの差は7ポイントに縮まった。ロッシュはマルケスをわざとやっていると非難し、その後接触を起こしたことで最終戦バレンシアで最後尾からスタートするという。 ペナルティを受けることとなった。ロッシュは最終戦を4位でフィニッシュしたが、ロレンソがこの GP で勝利して5ポイント差で逆転5度目のタイトルを獲得した。2016、編集2016年シーズンは開幕戦カタールでポールトゥインを達成する。続くアルゼンチンでリタイア、オースティンとヘレスで2位に入るが、フランスとイタリアで連勝し、チャンピオン争いに復帰する。 4月18日、ヤマハはロレンソとの契約が2016年末で終了し、更新しないことを発表。同日ドゥカティがロレンソと2017年シーズンから2年間の契約を締結したことを発表した。250cc 時代、ロレンソは非常に攻撃的なライディングが特徴であり、特にオーバーテイクの際にそれが顕著に現れた。2005年のマレーシア GP ではペナルティを課され、 出場停止となっている。モートジッピーにステップアップすると、チームメイトのバレンティーノ・ロッシュとの激しい争いが強調された。2011年、ロレンソは、マルコ・シモンチェリの危険なライディングを非難し、彼と口論となっている。シモンチェリも、ロレンソの2005年のオーバーテイクはあまりにも攻撃的であり、ペドロサとの接触や、アレックス・デアンジェリスのリタイアの例を挙げて反論した。ロレンソは、 それが君から再び来なければ何も問題はないと語った。シモンチェリは僕は逮捕される時に油を注ぐ発言をし、ロレンソは目に見えて怒り、これは冗談ではない。僕たちはここで命をかけて戦っていると語った。シモンチェリは2010年シーズンの最終戦でロレンソとの接触で黒くなったニースライダーをまだ持っていると主張した。ペドロサとの確執。 編集同国人ライダーのダニペドロサとの間には2005年のドイツ GP での接触事故以来確出が生まれることとなった。ロレンソがモート GP クラスにステップアップした2008年シーズンも表彰台でお互いを無視していた。これを憂いだスペイン国王フアンカルロス一世は両者の和解を願い自身が表彰式でプレゼンターを務めたその年のスペイン GP でロレンソと ペドロサの間に立って二人に握手をさせた。2012年のカタルーニャグランプリでの合同記者会見では、ペドロサとの関係に関し、2003年は敵対関係。2005年もそうで、2008年はもっとすごかった。今はカタールのレースの後のように包容できるから、もしかしたら3年後には結婚できるかもしれないとコメントするなど、 現在は当時と比べると関係が改善されつつある様子である。ライアン・ファーカー、イアン・ハッチンソンと並ぶロレンソ2010年シーズン、イタリア GP とイギリス GP の間にロレンソは、マンシマ、TT レースにおいて、パレードラップでスネーフェル・マウンテンコースを走行した。彼は、元世界チャンピオンのアンヘル・ニエトと共に走行し、後のその体験を、素晴らしいと語った。 シニア TT が終わると、ロレンソは表彰式に花輪のプレゼンターとして参加。三位のブルース・アンスティ二位のライアン・ファーガー、優勝者のヤン・ハッチンソンに花輪を送った。そして、ハッチンソンの TT レース5勝目を祝った。ウィニングランで、ロレンソランドの国旗を掲げるロレンソ2007年のスペイン GP で、勝利を果たしたロレンソは、スペインを征服した証として、 ウィニングラップ中にコースサイドのグラベルにロレンソランドの旗を突き立てた。以降このパフォーマンスは各国を征服するたびに見られる定番となった。2010年のイギリス GP ではビートルズのコスプレを行うなど年を追うごとに旗以外のパフォーマンスも見られるようになった。富澤のレプリカデザインのヘルメットを被りレースを戦ったロレンソ元にクラス初戦ウィナーの富澤サチナリとは かつて自身もつけていたゼッケン48を使用していたこともあって生前、仲が良かった。2010年のサンマ割の GP での富沢の事故死後、ロレンソは急遽富沢のレプリカデザインのヘルメットを用意し、次戦アラゴン GP に臨んだ。富沢が果たせなかった夢である最高峰クラスの表彰台で彼のヘルメットを掲げようとしたロレンソだったが、 ニッキー・ヘイデンとのバトルに敗れて4位に終わった。このヘルメットは、その後、日本 GP で、富澤の家族に、プレゼントされた。2010年シーズンから、ロレンソのマシンのブレーキレバー、クラッチレバーには、マルティージョ、モンテキアの文字が刻まれるようになった。これにはロレンソが、少年の時、ハンマーを手にバイクを修理する父と、サンドイッチにバターを塗る母を見て、着想を得た。は、 ハンマーのようにリズミカルで力強く、また時にはバターの塗る時のようにスムースに繊細にというライディングスタイルのモットーが込められている。2016年12月、アンドラの首都であるアンドララベリアにワールドチャンピオンズバイ99というミュージアムをオープンした。自身の過去のトロフィーやマシン類だけでなく、ジム・クラーク、ニキ・ラウダ、アイルトン・セナ、ルイス・ハミルトンといった 第一ドライバーの使用済みアイテム、バリーシーン、フレディ・スペンサー、ワイン・ガードナー、ウェイン・レイニー、ケビン・シュワンツ、マイケル・ドゥハンといった WGP の過去のチャンピオンたちの展示などが一堂に会する。入場料は10ユーロ。2011年の日本 GP で来日した際、福島第一原子力発電所事故の影響による放射線汚染を警戒して、宿泊中はシャワーを浴びず、 持ち込んだミネラルウォーターと石鹸で体を洗ったと語っている。ヘルメットは2012年まで X ライト、2013年から HJG と契約したが、2015年シーズンはレース中にヘルメットの内装が剥がれるなどトラブルが多発し、2016年シーズンからシャークと契約した。2013年、ポルシェがスペイン国内におけるイメージキャラクターに寄与した。 ありがとうございます。